有明ショールームのですね、ベッドコーナーに来てるんですけど、まあすごい数があるんですよ。実は除菌の効果があります。あ、いいねそれね、はい、あ、気持ちいい気持ちいい気持ちいい。こんにちは、インテリアの話の時間です。今日はですね、大塚家具の上野がご紹介させていただくんですが、今日はですね、有明ショールームのですね、ベッドコーナーに来てるんですけど、まあすごい数があるんですよ。もう一度やっぱりこれ寝苦しいね、季節になってますので、どういうふうにベッドを選べばいいのかな、ちょっと深掘りをしてみたいと思います。ということでですね、今日はあの有明からご紹介させていただくんですが、新宿の名物シネエキスパート、ここに来てもらっちゃいましたですよ。高一和田さん呼んでみたいと思います。で、和田さんお願いします。上野さん、呼んでいただきありがとうございます。今日は有明です。有明まで来ました、ね、ちょっとアウェー感がちょっと慣れない感じするんですけど、やっぱりどうなの、新宿と比べてこっちが多いのかしら。多いですね。ねえ、ちょっと広いもんね、はい、でもね、広いです ね、もうびっくりしました。有明も久しぶりに来ましたんで、ね、ということでね、今までもさ2人でね、いっぱいこのベッド関係のものっていうのを YouTube で上がってるんだけど、はい、今日はちょっと違う角度で、はい、そうです ね、でまだ紹介してないマットレスも2、3ありますので、いいそちらも含めてご連絡。じゃあお願いしますね、はい、じゃあまずね、はい、和田さん、まずちょっとね、もう一度基本の木で、そうですね、どういうふうにベッドを選べばいいんですか、はい、っていうところをちょっとやってみてください。ありがとうございます、ね、教えてください。まずあのこういったベッドフレームではなく、うん、マットレスが寝心地って重要になってくるんですけど、そうだよね、ちょっとこちらマットレス選びのキーワードは立ち姿というふうに書いておりますが、はいはい、仰向けになった時に、うん、凹凸がある首の後ろであったりとか腰の後ろであったりとか、うんうんうん、膝ですとかかかとの部分が、うん、ある程度隙間なく寝られるマットレスを選んでいただくと、なるほど、ね、負荷がかかりにくいですので。ということはこう立ったままの姿勢って言ったらちょっといいのかしら。ベストです。ああ、なるほどね。で、一方で、うん、あまりにも硬すぎてしまうと、うん、このようにいわゆる隙間が空いてしまう。まあ分かる分かる、言ってる意味は分かるよ。そうそう、輸血する部分っていうのが増えてくるので、こうやって押されるから、そうです、寝返りとか、うん、まあ、はたまたいびきの原因にもつながってくるっていう部分があるんですよね。あ、そういうことか、はい、でも確かにそうだよね、ちょっとした重さでね、こうやって押すでしょ、はい、これ白くなるぞ、はい、これあれ鬱血してるってことだよね。そうです、これ血液で離すとまた戻るっていうことは、はい、また血液の循環が良くなってる。そうなんです、ずっとこうやって押されてると、はい、ほら白いもん。そうです、そういうことになっちゃう。そういうことになっちゃう。なのでできれば、まあ、グッドの方の、ね、マットレスがおすすめなんですけども、うんうん、先にですね、うんうん、ちょっとこれに非常に近いというか、はいはい、タイプのマットレスが奥にありますので、うん、あ、ぜひぜひぜひ、はい、あ、この何、この立ってる姿勢っていうか、このちゃんと出っ張るとか出っ張ってへこむとかへこむ、そういうベッドがあるってこと。あります。あ、じゃあ行ってみよう、はい、どうぞこちらの方に行っていただいて、はいはい、歩いてていい、歩いてて、あ、なるほど。これ結構珍しいんですよね。今大体がスプリングというバネが入っているもの、うんうん、あ、それはそうだよね。もしくはこういうスプリングね、はいはいはい、ウレタンという詰め物だけのマットの多い中でウォーターベッド先に言わないでください、ね、でも今珍しいよね、珍しいです、ベッドって、ね、はい、ちょっと前ね、あの結構大々的にあのいろんなところであったけど、20年ぐらいはすごく多かったですよね、うんうん、またちょっと人気なの？人気です。やっぱり浮遊力が非常にあるということで、うん、分散力も高いマットレスになりますので、なるほど、ね、ぜひちょっとお試しいただいて、いいの、はい、この辺から腰で入ってもらって、あ、ここに座る、はい、あの頭ぶつけないようにしていただいて、ね、おおお頭ぶつけないようにしていただいて、ぶつけちゃうと痛くなっちゃう。あ、ここよくあるよね、あのベッドコーナーでゴーンってなって、危ないですよ危ないですよって言ってまたやっちゃう。よくやるんですけど、大塚角あるある。そうそうそう、あ、いいですか、どうぞそのまま仰向けになっていただいて、中も完全に水なんですよ、ね、ビート板にそのまま寝てるような感じというか、で腰とかの負担とかがない、はい、そうですよね、全くない、もう本当ない。水が、まあ、その上野さんの体に寄ってくるっていう言い方が分かりやすいかと思うんですけど、うん、いわゆる首、腰、膝、かかとっていう部分を、これ横向きだっていい、もちろんです、で横向きなんですけど右肩が下の方がいいです。あ、そうです、こういうこと、あ、右肩が下、全然痛くない、あ、肩がしっかり中に入り込んでくれるので、うん、カメラ全然この状態で見てもらっても隙間ほとんど開かないの、あ、そういうこと、はい、だからまあ枕がほとんどなくても寝ることができるかななんていうマットで、ね、うん、全然痛くない、これ全然気持ちいい、気持ちいいですよね、うん、なのである程度の人間っていうのは寝返りは打つんですよね、うん、ただ無駄な寝返りっていうのはあまり良くないですよね、まあ、そうだ、よく言われるよね、寝返りは普通の固めなマットレスに比べると少なくはないと思います、うん、なるほどね、はい、これ何メンテナンスとかも 楽なの、楽ですね、まあ、あの水抜きですとかは必要になってくるんですけど、うんうん、1年に1回毎日やったりすることないですか、毎日する必要はないですね、はい、あ、気持ちいい気持ちいい気持ちいい、気持ちいいですよね、気持ちいい気持ちいい、寝心地としてはベストなんですよね、うん、これかかとまで気持ちいい、ありがとうございます、うん、なんか本当気持ちいい、はい、珍しいですよ今ウォーターベッド、なんかね宙に浮いてるみたいな、あ、そうですよ ね、宙ですとか、うん、曇りなんてよく言われますけど、ね、なるほどね、とても気持ちいい、こちらとはちょっと違うタイプで、うん、はいはい、こちらなんですけど、あ、これで、はい、
新作の家具マットレスなんですよね、で先ほどのウォーターベッドに比べますと、少ししっかりしてるから。フランスベッド、日本のメーカー。フランスベッドってさ、夢でしょすごく、はい、だからフランスのメーカーじゃないでしょ。日本のメーカーです。そうなんだよね、はい、で何、日本のメーカーってことはやっぱりさ、畳文化だから、ちょっと全体的に少しハードめなものが多いっていうのはちょっと俺認識してる。もともとはちょっと固めなマットレスが多いんですけど、ただ固めではなくて、しっかりしなやかな硬さで、ちょっと育てます。かなりしっかりめ、皆さんかなりしっかりめいいですけど、そのとこで寝ちゃうと、頭が寝ていいのこれ、頭がもしあれだから何回も言ってますよ私。なんでこの3分の1ぐらいから寝ていただかないと難しいでしょうね。え、何あれ、これ渡っちゃうと。でもね、大塚区のベッドコーナーってあるじゃない、はい、みんなゴツゴツゴツ大塚区ベッドコーナーある、ね、あるあるでしょ。じゃあちょっともうちょっと下がって、はい、結構しっかりしてますよ、ね、これしっかりめ。ただね、座った時とまた寝た時とちょっと違いますよね、うん、硬いは硬いんだけどね、この上の詰め物、これはなんて詰め物でいいのね。そうです、そこはねちょっとね、あのふわっとしてるから柔らかくしてます、ね、なんとも言えないあのしっかり感がある。そうですよね、うん、これ中がですね、実はこれまずダブル枠線って言って、ダブル何、枠の線、ここちょっと見てください。普通、ここの金具があった場合に、この金具はないんですよ。なんで、いわゆるこの金具がなくて、一般的にこの外側のこの枠があって、あとはもうワイヤーで連続して繋いでるものが多いんですけど、確かにそうかもしれないね。あ、この太枠が、外枠があったら、あとはもうずっとここに来る。そうなんですよ、で、ここにまたこの同じ金具を入れることによって、これと同じ強度がまず増しますよ。あ、そうだな。なので非常にへたりにくいマットレスです。あ、なるほどね。で、こういう今ご時世ですが、実はこここういうところの糸なんですけど、これはい、これ実は銀イオンって言って、あの抗菌ですとか製菌を売りにしているメーカーさんって多いんですけど、実は除菌の効果があります。あ、いいねそれね。で、実はじゃあどういうことが言えるかっていうと、18時間後には 99% 除菌してしまいますよ、除菌できますよ、はい、で非常にそういった部分が話題になってて、衛生面でもいいマットレスなんです。和田さんだけに話題っていうそう、ありがとうございます、振っていただいてありがとうございます。本当にこ の, あのシルバーのこの銀って感じするもんね、はい、あ、これが今非常に話題になってるマットレスです。あ、でもやっぱりこのご時世だから大事なポイントだって言われる方多いよね。抵抗がある方って多いじゃないですか、金の部分ですとか。99っていうのがまた非常に、ね、なるほどね、はい、日本のブランドっていう感じがしますね。安心しますよね。あ、そういうことね。なるほどね、分かりました。じゃあこれを今紹介してもらったんだけど、はい、他にもあります。あります。で、この実は同じシリーズなんですけど、さっき私今ダブル枠線っていう話をしたじゃないですか。ダブル枠線って言ったね。この外側の枠はもう一つあるでしょ、はい、うん、で、そういう風にはなってないんですけど、なってないのね。こちらです。こちらもちょっと、あ、こっちも同じ、こうフランスベッド、これも結構硬めなんですけど、うん、これどっちから座るの、こっちか、ただお願いしますね、またお約束のはやめてもらって、あの、あ、座っていいの、真ん中から寝ちゃうと、そのこれも頭で、これもしっかりしてる。ただね、最初ちょっと違うかもしれない、横になっていいんですけど、その状態だったから、あれ言ってるんですけど、なんでだろうこれ。でもさ、さっき言わなかったけど、大塚区のベッドコーナーよくぶつかってる人いますよね。さっきも言ってました。あの大塚区ベッドコーナーあるあるですね。あるあ、ちょっともう下がってる、はい、で、これ詰め物も少しアップさせてるので、あ、分かる分かる分かる。先ほどに比べると少しソフト感も出てますよね。で、先ほどの枠線は一つなんですけれども、ダブルデッキって言って、実はこう2層のバネを使うことによって、より耐久性であったりとか、分散力がアップしますよって特徴なんですよ。なるほどね。これも当然銀イオンを糸に使ってますので、生地一緒なんだね。一緒です。除菌効果もありますよっていうマット。で、最初に寝ていただいたマットレスっていうのはウォーターベッドなので、ウォーターベッド、はい、あちらはもうかなり柔らかいじゃないですか、で、この今2つっていうのは少し固めなんですけど、しっかりしてるマットになりますよ。これやっぱ皆様好みはありますので、固めでしっかりしてるものを選ばれる方もいらっしゃれば、優しいタイプのマットレス選ばれる方もいらっしゃいます。ですが、あまりにも硬すぎてしまうっていうのはあまり良くない。一番最初に言われたように、はい、受血してしまいますよってことですのでね。そういうことだね、はい、じゃあこちら、そうなんですね。で、田さんね、はい、あのこれ有明も非常にこういっぱいあるじゃない、はい、先ほど言われたようにこう感じ、しっかりめなものから、はい、まあ、ソフトめなものもある、はい、ね、ということで、これ新宿ショールームでも同じ、同じ有明ショールームでも一緒、一緒です。で、他のところのショールームもこういうふうに、あのいわゆるハードめからいっぱい揃えてる。揃えてます。ただね、自分でどれが合ってるんだろうっての客観的に分かんないじゃない、はい。で、和田さんは非常にこう、ね、あの優秀なあのエキスパートですから、はい、いろいろあのこう
ご提案していただけるんだけど、みんなそういうことしていただけます。こういうスリープアドバイザーって資格を持っている人間が、あなたこういう資格を持ってるんだな、はい、こういうスリープアドバイザーって資格を持っている人間が何人もいますので、あ、なるほど、はい、で安心してお客様の寝姿勢にはこれが合いそうですよとかっていろんなことをやってくれるわけだ。もちろんです。でそれに合わせて枕とか、はい、新装品とか、はい、例えばシーツとかね、ベッドパッドとか、もちろんです。それ全部ご提案してくれるわけ、はい、させていただきます。それね、ただね、なかなかさ、遠距離でなかなか行きづらいなとか、はい、そういう方もいらっしゃると思うんだけど、リモートでさせていただくことができます。画面に出てやってくれるの？リモートもそうです、 LINE も。あ、 LINE ね、あ、これは Zoom でも、あ、 Zoom で、 あとは当然だからメールとか電話でも、はい、あ、もうで何度も何度もお足運んでいただかなくて、本当に少ない回数でしっかりいいものがご案内できる体制を出してるってことだ。特に東京にやっぱ出てこられない方、ちょっとな、地方の方とかでね、これだけ取り揃えてるところってなかなかないですので。なるほど、ね、はい、今このような固めのものを使ってるんだけど、もうちょっとこういうものが欲しいんだけどとかっていろいろ言ってくれれば、あ、こういうものいかがですかとかっていろんなこと、もちろんです。あ、いいじゃないですか。皆様にとって一番ベストな、いいじゃないですか、ご紹介できればと。なるほどね、なるほどね、はい、ということでですね、今後もですね、はい、有意義な情報をお客様にご提供、はい、していきたいというふうに思っております。ですね、今ですね、私たちね、結構シニア系じゃないですか。ですね、今ね、うちの若手の2人がですね、なんかすごいですね、結構人気なんだよ、本当ですよね。まあ本当は負けたくないけどね、ただやっぱり腰に譲るってことも大事だから、まあお互いが、まあ、ライバル視して頑張っていきましょう、はい、頑張っていきましょう、ということでですね、ぜひ公式チャンネルのご登録もよろしくお願いします。今日は和田さんとですね、はい、ベッドの選び方、それから今までご紹介しきれなかったのね、そうですね、はい、ご案内してみました。どうもありがとうございました。